太古山風力発電所は、京都府与佐国稲町の太古山にある発電所。京都府公営企業が設置し、風車3機を要する風力発電所である。2020年3月には、京都府公営企業による運転が終了した。丹後半島の中央部には、標高683.1メートルの太古山があり、山域は、京都府与佐国稲町と京丹後市にまたがっている。 太古山山頂の北側に太古山風力発電所が位置する。オランダラガーウェイ社製の風車が採用されたが、複雑な日本海の風力や落雷による故障などが相次ぎ計画した発電量が得られず赤字の状態が続いている。そのため、京都府は赤字幅の削減を目的として2011年に一部の風車を撤去する方針を示したが、 2012年9月から固定価格買取制度の対象となったことにより、今後のバイデン収入増が期待できるとして6機の存続を決定した。2014年2月から3機で運転を再開している。設備は2021年に設計対応年限を迎え、京都府の公営企業による事業は終了する。2013年3月12日19時30分頃、 3号機の発電機付きプロペラ部分が地上に落下する事故が発生した。事故当時無人であり、怪我人などはいなかった。破断したのは支柱とプロペラを結合する根元の部分で、事故当時は風速15メートル程度と設計基準内に収まっており、金属疲労が事故の原因との見方で調査が進められている。ありがとうございます。